みなさんこんにちは。ラブライブサンシャイン国木田花丸役の高槻かな子です。クロスアルビー役の降畑愛です。津島よしこ役の小林彩香です。テレビアニメ第11話、裏の星女学院、いかがでしたか？それでは早速一緒に振り返っていきましょう。これって今の私たちの気持ちです。統廃合が決まり、並行祭を開催することになった裏の星女学院。生徒たちはそれぞれがやりたかったことを思いっきりやろうと心に決めます。私も生徒会長という立場を忘れて思いっきりやらせていただきますわ。並行祭の前日、遅くまで協力し合ってみんなと準備を進めるアクアのメンバーたちは、最高に盛り上げようと頑張るこの楽しいひとときをかみしめます。ずっとこのままだったらいいのにね。明日も明後日もずっと、ちかちゃんが見てるものが見たいんだって、ずっと同じ景色を見てたいんだって、このままみんなでおばあちゃんになるまでやろっか。並行祭当日、それぞれが自分らしい輝きを見せるアクアの9人。正解目指して頑張るビ。では問題。でも楽しい時間はあっという間に過ぎていきます。楽しい時間というのはいつもあっという間で、そこにいる誰もがこの時間がずっと続けばいいのにって思ってるのに、やっぱり終わりは来て、もう一度同じ時間を繰り返せないことがとても寂しく思えるけど、きっと二度と同じ時はないから、いつか終わりが来ることをみんなが。並行祭の最後、終わりを迎えようとする寂しさに思いを馳せながら、キャンプファイヤーの火を囲む裏の星の生徒たち。未来に向けて歩き出さなきゃいけないから、笑うのだろう。これで裏の星女学院、並行祭の終わりを告げ、思わず涙ぐむマリの姿に、どこからかアクアコールが起こります。最後は最高に明るく楽しく、アクアのメンバーと裏の星の生徒たちは笑顔で輝きを見せるのでした。じゃあラストにみんなで一緒に歌おう。最高に明るく、最高に楽しく、最高に声を出して。というわけで第11話、裏の星女学院、いかがでしたか？ついに裏の星女学院が閉校祭を迎えるというお話、ちょっぴり寂しいお話だったよね。でもさ、最後は裏女らしくみんなが笑顔になれて本当に良かったよね。うんうん、裏女最高。裏女イエーイ。というわけで今回ご紹介するメモリアルアイテムはこちら、シャイニープレミアム専用食器セットずら。並行祭でマリちゃんが作っていたシャイニープレミアムをイメージした特別なセットです。はい、第11話では裏の星女学院の並行祭が行われるというお話でしたね。そう、今回はシャイニープレミアムにぴったりなお皿とスプーンのセットなんだよね。はい、こちらは1期の時はですね、シャイニー専用丼セットがあったんですけど、そちらはこちらシャイニープレミアム専用食器となっております。おー、こちらどちらもラブライブサンシャインには欠かせないメモリアルになりそうだよね。シャイニーとシャイニープレミアムって何が違うんだろう。やっぱスペシャル値段だよ。値段、みんな何を作るんだろう ね、いっぱい食べてね。いっぱい食べてね、うん、なお各アイテムにはブロマイド2枚と解説書がついてきますので、そちらもお見逃しなく。というわけでシャイニープレミアム専用食器セットは裏の星女学院購買部にて2018年1月5日金曜日23時59分まで予約受付中ずら。なお受注限定生産となりますのでお見逃しなく。公式通販サイト裏の星女学院購買部では、各話の思い出がよみがえるメモリアルアイテムを毎週お届けしていきますので、来週もお楽しみに。それでは
国木田花丸役高槻かな子と、黒沢ルビー役栗畑愛と、津島よしこ役小林愛香でした。バイバーイ。